2番3番4番5番6番スタートしました。うちの5人が揃ったスタートになりました。一周1マークへ向かっていきますが、センター3コースからは3号艇の渡辺、それを2号艇の小林が抵抗して1マークはまくっていきますが、陰線から1号艇森も踏ん張って、内側からは4号艇の伊藤が差しに構えてバックセンチへ入りました。さあここは差していった4号艇の伊藤が1号艇の森を捉えていきまして、4番1番のトップ争いで1周2マーク、スタートは前提正常でした。2マークは4号艇の伊藤がトップで運んでいきます。1号艇の森が差し返して直線コース、差し返した1号艇の森、4号艇の伊藤とのトップ争いが続いていきますが、直線コースでは1号艇の森が現在は判定審ぐらい優勢で2周目に入りました。外ぴったり4号艇の伊藤も続いていきます。その後ろも3番手争いも接戦状況、レースは2周目1マーク、トップ1号艇の森が行きますが、4号艇の伊藤がその内を狙ってバックスレッジ、後方では1点アクシデントです。6号艇の森田にアクシデント、2周目2マークへと各選手が移っていきます。2周目2マーク、1号艇森がトップ、4号艇の伊藤が2番手で折り返します。なおここでお知らせいたします。6号艇の森田選手は転覆失格、6番の森田は転覆により失格となりました。123ダッシュ456スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中、お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。インコース少し早すぎたようです。第1レース1号艇大原芳正フライング変換決勝、1に関係する投票券は発売額と同額で払い戻しをいたします。最後まで大切にお持ちください。123-4563号艇、5号艇、小原、長谷川、好スタートを決めていきました。さあ内側から伸び返せるか、1号艇中島先に回っていきます。3号艇は中をつこうとしたんですが割ることはできず、あとは2コースか差して2号艇、スタートは前提正常でした。1号艇中島トップ、2番手ですが3号艇の小原、それに内から接近2号艇の江藤、あとは4番6番続いて5号艇の長谷川が1周1マークのところで今止まってしまっております。スタート正常から2マークは1号艇の中島から2号艇の外行った3号艇の大原、小原が単独2番手、そして3番手が2号艇の江藤、それに内から迫るか4号艇大原です。5号艇ですが引き続き止まったままとなっています。1周1マーク、5号艇今動き出しました、5号艇今動き出しました。ただ上位陣が2周1マークに入ります。トップ1号艇中島、続いて外を回る3号艇大原が接近していきます。そして3番手はくるっと運んだ4号艇、外前から2号艇江藤となっています。さあトップ争いになっています。1号艇中島に一定審査迫っていく3号艇大原、その後ろは4号艇大原が現在3番手、その外に2号艇江藤です。2周2マークです。トップ1号艇中島に3号艇の大原、外から迫ろうとしたんですが、ここはうまくガードを決めた1号艇中島、中島がトップ、次3号艇の大原、3番手は4号艇の大原が単独です。上位体系1番3番4番、上位陣は最終周回へ。大きく遅れている5号艇長谷川が今2周1マークを回りまして、トップの1号艇中島これから3周1マークの旋回体制です。さあ1号艇の内を狙った3号艇大原、さあ迫ろうとしていますが、それでも振り切っていくか1号艇の中島、中島がトップ、それでも道中猛追3号艇の大原、定冠2停進、3番手4号艇の大原です。上位は1番3番4番、さあ3号艇進路内へ持っていくか、1号艇が察知したラストコーナーです。トップは1号艇の中島、あっと3号艇がアクシデント、大原が転覆、2番手変わって4号艇大原となっています。ゴールです。まずは1番の中島、そして4番の大原、そして2番の江藤とゴールインしております。そして6番の西丸が4着でゴールです。3号艇の大原ですが3周2マーク転覆のため失格、そして5号艇長谷川が今バックを走っております。これが3周のバックになっております。制限時間との勝負になります。5号艇の長谷川レスキューの外を回っていきます。5号艇の長谷川が今
最後の直線に入りますが、5号艇は時間切れということになりました。5号艇の長谷川は制限時間内にゴールインできませんでしたので失格ということになります。第7レース予選競争、3号艇の小原がラストコーナー3周2マークで転覆失格、また5号艇長谷川が時間切れのため失格となっております。123-456スタートを切りました。ほぼ並んだスリットラインでしょうか。若干3号艇へこんでいましたが、まずは1号艇が先手、その3号艇山田が仕掛けますが、1号艇受け止めて相馬先前決めて、あとは3号艇の山田が続きます。スタートは前提正常でした。1号艇松本トップ、外前から3号艇山田が2番手、3番手のところインコース4号艇前田、アウトコース2号艇の渡辺、あとは5番6番です。2マークは1号艇の松本から3号艇の山田が続きます。3番手ですが、6号艇の外へ4号艇、内へ2号艇になっていますが、おっと、6号艇と4号艇2艇がアクシデント発生となってしまいました。レースは2周回目、現在上位は1番3番2番、続いて5号艇の藤田です。走っているのは4艇、2周1マークに向かいます。なお6号艇の国分翔太郎は妨害失格、6号艇は縦への競争を妨害したため失格、また4号艇前田も転覆のため失格となっています。123-456スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中、お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。仕掛けた3号艇弾かれてしまいましたが、その3号艇がちょっとはみ出たようです。第11レース3号艇田中裕介フライング変換決勝、3に関係する投票券は発売額と同額で払い戻しをいたします。最後まで大切にお持ちになっていてください。1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番の並びです。予選競争第4レーススタートしました。1番、3番、6番と3艇が交代に決めている6号艇、若干出てくる6号艇の寺立ちへ伸びるか伸びるか伸びるか、3番、6、おっと、お3号艇落水してしまったか、バックへ抜けていったんですが、1号艇逃走態勢決めて1号艇の高畑志希です。前提スタート正常でした。なお残念ながら6号艇の寺田千恵選手が妨害、3号艇が落水してしまったがアクシデント、向こう正面からボートが次々に返されますが、1号艇の高畑先頭、2番手争いは小坂部有沙と西岡成美の激戦ということになります。そして後方5号艇の生田ハミネ、バックへと1号艇の高畑式からクリアしていきます。レスキューを避けながら旋回していきます。バックへ次々に入りました。先頭は1号艇の高畑式です。なおこのカードは6号艇の寺田選手が妨害、3号艇の清水亜美選手落水の模様で失格に敗れております。準記録を戦いの方ラスト2となりましたが、このカード6号艇に上艇予定でした。清水亜美選手が全レース負傷のため欠場の5走立て、6に関する投票権は欠場返還です。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。12レースの優勝戦スタートしました。インコースからうわんだ、食い込んでしまった太田、バックへ抜けるがただいまのスタート問題があります。お知らせいたします。1号艇の太田和美はフライングのため変換決勝、1に関する投票権は大切にお持ちくださいませ。ダイキック、シリーズの最終日の戦いは序盤戦から後輩とも見られております。迎えるカードは第4レースの一般戦です。なお6号艇野田翔吾選手は欠場、5選手での対戦となっています。
2番、3番、ダッシュ4番、6番、5番です。スタートしました。少々ばらついたスリット、インコース、そして6コースを思い切ったスタート。確定一周の石間へと向かっていきますが、現在スタート判定中となっています。お手持ちの投票券大切に持ちください。現在スタート判定中となっています。お知らせいたします。1号艇中岡健人フライング返還決勝、1番に関する投票券は全て返還となります。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。パルボート宮島開設8周年記念第49回の岩田杯、初日の攻防は変わりまして第3レースの予選競争の開始です。なお2号艇で出場予定でした実森美優は家事都合のため欠場です。1番2番3番4番5番6番でスタートしました。インコース1号艇が立ち遅れた。外の5艇は揃っています。早いスレッド合戦一周1マーク。まずは先制2コースからまくって2号艇柴田、1号艇小回りしていく間を3号艇内から4号艇5号艇続いて刺してバックスレッジでありますが、ここはまくった2号艇の柴田が1点進前、すぐ後ろでへさきかかるかどうかの3号艇深谷が内から詰め寄って、3番手は5号艇の草原優勢、スタートは正常でした。1周2マーク持たせて2号艇の柴田が先取り、外へ開いた3号艇深谷の差し、後ろは5号艇の後ろから握っていってアクシデントがありました。これは1号艇かホーム側に戻ってトップ2番手大きく抜けて 2番3番柴田深谷、3番手も5号艇の草原が守っていまして、2-3-5で2周の1マークです。1号艇の中北正史は1周2マークでアクシデント失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。角からトップスタートは4号艇井口、寄せそうですが少し3号艇に抵抗ありながらも出ていく4号艇が2号艇の外をまくっていく、打ち相手飛び込んできたのは5号艇3号艇でバック側まくった4号艇井口のうち相手5号艇と3号艇がスルスルと上がってくる。さあトップ争い混戦、一歩前は5号艇です。中北内から6号艇アウトから3番4番つけています。スタートは正常でした。大混戦トップ争い6号艇がやってきますが、握り込んでいった5号艇そして6号艇のうち空いたところに4号艇3号艇飛び込んでくるんですが、先行した5号艇中木田が前です。2点進リード、そして3号艇松田と4号艇井口1着争いですが、アウトから4号艇わずかに優勢も、これから2周の1マークはうちを有利に3号艇握り込んでいった4号艇バック側に入って3号艇後席の勝って交代、後ろから6号艇が届いてきて3番6番がほぼ並んだ形、そして前を追っての2番手は4号艇の井口で先頭と2番手間隔わずか、これから2周の2マーク井口の猛追を振り切っている5号艇中北が2マークをコーナー先取っていく、後ろから攻めてくる4号艇井口ですがわずかに届かない、3番手は3号艇松田がなんとか振り切って今リードを少し広げて上位の体型は5番4番3番でレースは最終周回です。離れません。2番手から猛追です。4号艇の井口5号艇が最終周回の1マークを回っていく、内を狙ってくる4号艇接近、接近してきました4号艇井口が5号艇を捉えにかかってへさきがかかるかどうかちょこんとかけてきました4号艇の井口、5番の中北を一気に捕まえた。さあここはラストターンマーク、先手を打つのは4号艇井口の方、そして差し返す5号艇は届かずに、ここは見事逆転です。先頭は4号艇井口で体型変わって4番5番3番先頭4番ゴールイン、5番ゴールイン、3番ゴールイン、6番ゴールイン、1番ゴールイン。なお2号艇小賀茂樹は失格となっております。1番2番3番
4番5番6番でスタートしました。わずかながら1コース3コース5コースあたりがじわり覗くがほぼ横一線、1周の1マークに向かって3号艇仕掛けていった岡崎に1号艇、ここは応戦した池田、両者設定で流れた隙をついて2号艇井口が上がってくる。バックスレッチは持たしたか、じわりと前を締めていく1号艇池田の外に持ち出した2番手は2号艇の井口、そして3番手の5号艇3号艇、おっと5号艇少し直線コースで煽られた。スタートは正常でした。1周2マークトップ旋回1号艇池田、2番手握って2号艇井口、3番手は4号艇の新田の小回りの内から3号艇の岡崎やってきて上位体系1番2番4番で 4号艇新田のすぐ後ろに3号艇岡崎がつけています。お知らせいたします。5号艇の深谷はアクシデントにより失格となりました。1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしていきました。スタートは判定中。スタートは判定中です。どうぞご注意ください。ファンの皆様にお知らせいたします。5号艇石倉匠フライング返還決定です。したがって5番に関する投票発売額と同額で返還となります。どうぞご注意ください。ボートレース下関第6レース開始を迎えます。なお2号艇で出場予定でした町鳥裕樹選手は家事都合のため欠場となっています。1番、2番、4番、6番、5番、3番です。スタートしました。バラバラのスタートになりました。このスタートは1号艇4号艇この2人がスタート後も出ていく1周1マーク、逃げる1号艇の郷原、まっくり雑誌は4号艇の佐藤、先頭は1号艇の郷原翔平です。まっくり雑誌から4号艇の佐藤、その後ろに6号艇の田村、スタートは前提正常でした。逃げました1号艇の郷原翔平がトップで1周の2マークを回ってきます。続いて4号艇の佐藤、3号艇の矢後を回して指します6号艇の田村です。先頭1号艇の郷原翔平、2番手4号艇の佐藤大輔、3番手には3号艇の矢後武史となっています。上位の体系1番、4番、3番、2周目1マークトップで1号艇の郷原、続いて4号艇の佐藤、6号艇の田村が先取ってきて刺そうとした3号艇の矢後はもつれて交代、アクシデントとなってしまいました。3番手には6号艇の田村高信となって上位体系は1番、4番、6番です。2マーク先頭で1号艇の郷原に続いて4号艇の佐藤、3番手6号艇の田村です。なお3号艇の矢後武史が転覆のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並び、スタートしました。予選特選の第12レース、6選手それほど差のないスタート。さあ1番の攻防戦、逃げる1号艇の吉川、2号艇の木村が刺す、3号艇の松田まくって向こう正面、逃げました1号艇の吉川、スタートは前提正常でした。なお一定アクシデント発生、現在5艇が競争中、先頭は逃げています。1号艇の吉川義次、2マークをトップで折り返してきます。なおこのカード5号艇の平川香織落水のため失格、5番が落水失格となっています。